とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は先日入手した装備を使っていこうと思います。これ、星なき夜ですね。以前持ってたやつ、かなり強いやつでした。これ、黄金でエコー、そしてエンチャントがリフレッシュ虚無追い打ちですね。かなり使いやすかったんですけども、これもなかなか良さそう。むしろ、こっちの方が強い可能性も秘めてるよね。クリティカル追い打ち、リフレッシュ、虚無。ですね。とりあえずこれを使って、デイリーやっていきましょう。それでは、いけるかわかりませんけども、ここ行きましょう。カジマのデイリーですね。50% ヴァンガードに変わるっていうやつです。ヴァンガードはちょっと嫌いなんですけど、まあ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 、星寄るの攻撃範囲だったらそこまで問題なくなるんじゃないですか、多分ね。まあまあ他の武器よりはだいぶマシなはず。あ、ブレイ、やっぱりデイリーはちょっと舐めてかかると死んじゃいますね。舐めて使っちゃダメで、まずは矢を集めていかないとね。これ霊気嫌い。矢を集めて武器や弓をね変更したいんですよ。おトゲかい。あー落ちちゃったまあいいや、オッケーオッケー、行きましょう。あーこれで叩くとトゲで死んじゃうな多分。オッケー、なんとか死なないようにいかないとね。おいー、ラグった。最近ほんとねラグが多いんですよね。すっごい止まる。なんかそれも対策してほしいところです。で星夜これあれだね、やっぱり使いやすい。今まで怒りばっかね、ちょっと最近使ってたんで、ちょっと影を潜めてたんだけども、強いね。最後の一発なんかは、怒りよりも、ダメージが高いので、戦い方次第では、危ねえ！危ねえ！いい感じになるはず。で、エコーのやつ使ってたけども、あれもいいのよ。全然強かった。でも、クリティカルっていうのもいいね。ワンチャンあるんで、ダメージを結構稼げます。で、もちろん、キャプテン、探します。キャプテン、ここはね、6体、居やすい場所なので、6体いてくれるでしょう。ここにはいないか。もっと先の方かな。ここは大体いるんですよね。ちょっと待って。まだ来ないでね。ちょっとまだ来ないでよ。OK。ポーションバリアが、しっかりと、発動するようになってから来てちょうだい。これポーションバリア、ああ、よかった。この時間がさ、見えなくなることあるよね。あれが、嫌いなんだ。よい、多いな。で、しかもやっぱこの、やっぱヴァンガードの、攻撃範囲がうっとい。よし、オッケー。いいよ。エコーまでしっかりついてらっしゃる。あれキャプテンいないな。でもキャプテンがいないな。ああ横の方とかにいるのね。一応全体見渡してから、あぶね、いきます。してくれないのかいキャプテンは。おお、
敵が相変わらず多い。いないか、いないか。じゃあもっと先の方ですかね。コアを暴走させるところあたりにいるのかな。あ、そっか。いや、この横も一応あるにはあるけども、多分ここはいないでしょ。うん、まあまあまあ、いないかもしれないけども、一応、見ながら行きますかね、全体をね。とりあえず、今のところはいないと。で、この先が、コア暴走させる場所で、あ、こことかにもいるな。いる可能性がある。よっしゃ。対連が意外といい感じだね。特にヴァンガードに対して盾を破壊してくれるんで戦いやすい。こっちいる？え、いない？いないな。まだキャプテン一体も見つけられておりません。いるか、この先。この先にいてくれるのかい。おお、わかんねえ。よし。ああ、帯電やめて。変更もついてる。やっべえやつらがいっぱいいるな。痛い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 。オッケー。全然いないじゃん。全然いません。危ねえ。この先かよ、やっぱ。トゲ。さらに霊気。よっしゃ。あ、もう矢がだいぶ溜まってきましたね。矢をそろそろ、矢じゃない、弓を変えても良さそう。よし。おい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 。OK。レッドストーンゴーレムはしっかりと。うわあ、船も攻撃速度速い。ちょっと待て。冷気かなんか入ったな。落ちやすいから注意ね。あ？どこ？この下？このステージもなかなかめんどくさいから嫌い。キャプテンがいてくれれば嬉しい。いや、いるはずでしょう。ここキャプテンいるはずっしょ。結構広いからね。くまなく探していきます。あれ、よっしゃ。反対側から行くか。こっち側から行きまーす。おい、痛い。うわ、止まった。ああ、止まるな。で、あそこ上のところ OK 行きましょう。ここを倒してと。あぶねえ。で、あと1個。いや、いないな、本当に。なんか洞窟っぽいところも別になかったしね。あっ、この洞窟の中じゃないもんね。ここにはいるはずがないから、やっぱり先か。いやー、出てきやがった。よし、よし、けい。
行こう。いいよ。全然倒してはいけてるんだけど、キャプテンがいない。キャプテンが全くいません。キャプテンが全くいない。本当にキャプテン頼む、出てきて。最後になんか固まっている感じ。え、そんなことある？あ、なんかいそう。いや、気のせい。いや、気のせいでしたわ。どこいんの？いや、もう先に行くっきゃない。 OK、 ちょっと待って、装備変える。虚無弓に変えますね。うん、これ虚無がついてるんだけども、これ機械仕掛けだから相当消費が激しいのよ。うん、で、しかもバーストボーストリンがついてないからそこまで敵に当たらないっていうのも弱点だよね。おい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 、嫌なのがついてる。配膳変更。はい、ちょっと待って。うん、じゃあ、なかなかの猛攻だったね。いないぞ。いてくれるか、この先。もうボス間近だもんね。え、これいなくない？これいないわ。うん、え、ゼロなんてここであるんだ。あ、やべえ。間違いなく全部見渡していったんだけどな。うん、まあボスは余裕だよ。ボスは余裕。うん、もう雑魚よりも余裕ぐらいだもん。いなかったな、残念。でもまあとりあえずクリアしましょうか。すごいぬるかったな。よし、ぬるかったです。でもまあまあこのね、星なき夜の強さは、うん、まあまあ実証されたかな。これはかなり使いやすいです。まあ今までこの黄金のクリティカルのところがエコーのやつを使ってたんだけども、まあこっちでも強い。エコーのやつももちろん強いんだけども、クリティカルでも、ワンチャンダメージが出てくれるので、それがなかなかいい感じでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。